平成23年11月20日、阿蘇郡市陸上競技会主催の第35回阿蘇郡市町村駅伝大会が阿蘇市役所から高森町役場館で開催されました。開会式では前年度優勝の阿蘇市 A チームから優勝カップが返還され、市長挨拶では選手たちにエールが送られました。選手宣誓では阿蘇市 A チームの熊本工業高校3年の高島隼人さんが、我々阿蘇地域ランナーの走りで東北の地に元気を与えられるよう精一杯たすきをつないでいきますと宣誓しました。開会式の後、市長の合図で午前10時に阿蘇市役所前をスタート。阿蘇市役所から高森町役場までの14区間 45.8km を前半と後半に分けて競います。チームは小学生から大人までの男女混合14人編成で、阿蘇市からは A、B の2チームが出場しました。前半は阿蘇市内をめぐる赤水までの6区間 20.2km のコースです。沿道では地元の選手を応援する市民の姿が見られました。前半は阿蘇市 A、小国町、南阿蘇村の順でゴール。後半は午前11時40分にスタート。これから選手たちは南郷谷へ向かい、ゴールの高森町役場までの 25.6km の8区間を走り抜けます。阿蘇市 A チームは序盤から先行し、2位に7分以上の大差をつけ優勝し、阿蘇市 B チームは6位でした。阿蘇市は14区間中7人が区間賞を取り、最優秀選手には阿蘇市 A チームの高島隼人さんが選ばれました。